ね、現在ね、午前2時半ということで、ちょっと腹が減っちゃいましたね。この時間に食うラーメンが一番美味しいんだよね。というわけで、こちらの岡山ラーメンというのを入手したんでね、こちらですね、スワキ高楽中華そばラーメン、岡山ラーメンらしいです。あんま聞いたことないんだけど、岡山ラーメン昭和39年岡山に誕生。なんか岡山の人はスワキっていうラーメンをよく食べてるらしいんですけど、新橋にあったらしいんですけど、ちょっと潰れちゃってるみたいで、もう関東では食べられないということで、ちょっとこれを作って、食べていくんですね。準備をしないと。